文連では芸術発表、作品展示、ステージイベントということで三本柱で、3年ほどやってまいりました。作品展示につきましてはこのまとまるの多目的室に展示をしてございます。ぜひご覧になっていただきたいと思います。それからこの芸能発表につきましてはこのステージで、日頃鍛えた皆さんの腕前を発揮していただけるのと思います。